ジンバルを使うと動画の表現が大きく広がります。今日はジンバルを使った撮影方法6つについてお話しします。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの下内です。今回の内容はジンバルを使った6つの撮影方法についてお話をしていきたいなと思います。ジンバルは動画を撮影している時にこうブレを減らしてこう映画のようにこう滑らかにしてくれる機材なんですけども、そのただ単にブレを減らすというだけでなくて、まあ、これだけでかなりいろんな表現ができるんですね。で今日はその表現をかいつまんで6つほどお話ししていきたいなと思います。まず一つ目の表現なんですけども、リビールショットです。でこのリビールショットというのはこうジンバルを撮影していて何か新しい情報をこの映像のフレームの中に入れてあげるテクニックになります。で何か隠れてたものがこう画面の中に入ってくるのでこう視覚的効果として面白い表現になります。で僕もやっぱりジンバルを使ってるとこの表現がすごく好きでよく使ってます。でこれうまく決まると本当にかっこいいのでおすすめの表現の一つです。でそして2つ目、フォローショットです。このフォローショットは前から撮影するとリードショットとか呼ばれたりするんですけども、まあ、例えば被写体の前側にカメラがいてで後ろ向きでこうついていくようなショットとか、あとは反対にこう被写体がこう前に向かっているのをこう後ろからついていくようなショットになります。このショットを使用するとその被写体がある場所から次の場所に移るっていうところがこう映せるのでこう視覚的に広がり感があって面白い撮影方法になります。そして3つ目がオービットショットです。でこのオービットショットっていうのはこう真ん中の被写体に対してカメラがこう180度とか360度こうカメラがこうぐるぐる回ってこう撮影する方法になります。このショットを使うとその場所の360度の雰囲気っていうのが分かりますし、広角側で使うとこうゆったりとこう旋回をしているようなイメージになりますし、あとは例えば標準とかあとは中望遠のズームで使うと背景の動くスピードが結構速くなるので動画の中に緊張感を出したいとかなんかエネルギーを出したいっていう場合にはそういった標準とか中望遠のレンズを使ってみても面白い効果が得られます。次はスライダーショットです。このスライダーショットはカメラがこうやってこう横に動くショットになります。で被写体がいる場合には被写体に対してこう横に追従していくっていう感じでカメラが横を向いて動いている感じになります。でこのショットは例えば時間の経過を表したりとか、あとは例えば A っていう場所からこう B っていう場所にこう場所を移動させるような場合でも使いやすいショットかなと思います。例えば先ほどお話したフォローショットを使っていてなんかショットのバリエーションが少ないなと思った時はこのスライダーショットで横から撮ってあげるとバリエーションは増えるかなと思います。まあ、ただ他のフォローショットとかに比べては結構その縦揺れがしやすいの でそこら辺はこう気をつけて忍者歩きをするといいかなと思います。その次がクレーンショットです。でこれはまたの名をこうジブショットとかも呼ばれたりするんですけども、ジンバルの動きにこう高低差をつけてあげるショットになります。で僕はこれ結構好きでやるんですけども、まあ、例えばこうやってでジンバルを高いところから下ろしてあげたり、あとは逆に低いところからこう高く持ち上げて撮る撮影方法になります。でこれをするだけでかなりその映像の中にカメラの動きを加えられるのでこう躍動感が出る感じになります。もっと躍動感を出したいって言ったら、例えばこういった一脚を使うと、まあ、こんな感じに伸びるのでこの一脚の上にジンバルを乗せてつけてあげるとさらに 1,2 メートル高い上下動の動きができるので、まあ、これを使うと本当にこうシネマっぽく映画っぽい雰囲気になります。こうジンバルを使うとこうドローンっぽいショットも撮れるのでおすすめです。これは単純にこうジンバルとカメラをこう上に持ち上げてでこれで進んでったりするとまあ、低空飛行しているドローンのような感じのショットが撮れます。でこのドローンショットを使っても通常のショットから 1,2 メートル高いぐらいのショットなんですけども、やっぱそこの 1,2 メートルの差から見える景色っていうのはやっぱだいぶ変わってくるんですよね。なので、まあ、こういったドローンショットみたいのを映像のどこかにこう1つでも2つでも挟んであげるだけですごくこうリッチな映像の雰囲気になってきます。
というわけで今回のお話はジンバルでできる6つの映像表現についてのお話でした。でリビールショット、フォローショット、それからオービットショット、スライダーショット、それからジブショット、クレーンショット、これらのショットを映像に織り交ぜていくだけでこうよりそのカメラの動きが出て映像自体っていうのも躍動感が出てくるかなと思います。もし本日の動画がお役に立てれば高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。